どうもしゅんです、こんにちは。ということでですね、今回は日経スタイルさんとの、コラボ企画第10弾ぐらいなんですけども、前回覆面人事座談会という企画をやったんですけども、今回は覆面コンサル座談会っていうものをやろうと思ってます。就活生の中で人気職種ランキング上位にコンサルティング業務が来るんですけども、そんなコンサルの仕事って実際どんな感じなのかっていうところを、今回は覆面で顔出しとちょっと声を変えて、本音の部分を実際に働いている方に聞こうと思ってます。ちなみにこのコンテンツは日経スタイルさんの記事にもなっているので、下の概要欄からぜひチェックしてみてください。簡単にお二人とも自己紹介お願いします。大手総合コンサルティングファームに勤務しております、社会人3年目のシロと申します。本日はよろしくお願いいたします。同じく大手総合コンサルティングファーム3年目の、クロと申します。本日はよろしくお願いします。コンサル職って激務なのっていうところに関して丸×の札をお願いします。せーの、はい、おー、多分一般的に考えるなんかホワイト企業っていう定義からしたら多分激務の方に近いんじゃないかなと思います。僕の友達とかでもマジで夜中2時まで働いて朝9時に出社とかっていう友達とかもいるんですけど、それが結構なんか当たり前な文化なんです。いや、それはちょっと言い過ぎだと思ってて、多分それは一時的にこう忙しいだけで、その日だけ2時までやりましたけど、その次の日は別に2時までやりません、一時的に忙しかっただけですっていうパターンだと思ってます。クロさんはどんな感じなんですか？ちょうど、タイムリーで今月が忙しい時期で、今月やばかった時だと朝7時までやって9時出社とかは全然ありました、早い時は18時定時で上がりますし、平均したら8時9時とかになるんですかね。ちなみに7時まで投げするんですか？7時までぶっ通し働いてたってよりはシステムなので、こう夜中の動いてない時間にいろいろ作業をやって、そのシステムを起動することによってなんか反映されてるみたいな、起動しない時間帯に作業をしないといけないので夜中になっちゃって朝までになったっていうだけのパターンです。どうですか、シロさん？いつも激務っていうよりかはプロジェクトのフェーズによって丸をつけざるを得ないっていうところとなっております、結構立ち上げ段階とかは結構忙しいみたいな感じ。そうですね、立ち上げ段階であったりとか、システムをいざ稼働させようっていうそういった日であったりとか、お客さんとの締め切りみたいな日があった場合、それに向けて準備であったりとか、必要な成果物の作成、システムのバグをなくしていくといったところにおいてどうしても激務っていうところは生じています。今システムの導入とかその準備みたいな話が結構あったと思うんですけど、3年目の方とかはどういう感じの具体的な内容としては 何するんですか？私の方から2つのフェーズにおいてお話しさせていただきたいと思います。1つ目はその要件定義っていうところのフェーズなんですけれど、どういうことをやっていくかっていうと、そのお客様 その実現させたい機能であったり業務を実現させたい、一方でそのシステムではこういうことはできる、しかしこういうことはできないっていうところがすり合わせていくところなんですけども、これできませんってなった後に、じゃあもっといい案明日まで考えていきたいってなった時には、やはりその明日までに間に合わせるために夜会社内でミーティングをしてどのようにするかっていう案を練ったりであったり、じゃあそれが練った結果がシステムで本当にできるのかっていう検証であったり、それを短時間の間でやっていくっていうところがあります。もう一つのフェーズとしましては、その主にテストのところなんですけれども、いついつまでにシステムを稼働させていかなきゃいけない、じゃあそれまでにはバグを10件以内に抑えなきゃいけないよっていった時に、まだまだそれがバグが50件70件出ていくっていうところをひたすらテストして、じゃあこれを直しましょうっていう繰り返しの中で、どうしても夜通しっていうところはよくあります。夜中に電話かかってくるとかも結構あるんですか？僕は今のプロジェクトはありますね。何時とかですか？23時だったり夜中の2時だったり、これはなんか仕事の都合上でシステムの運用保証をしてる時って常に監視してないといけないんですよ。マニュアルに沿ってない障害とか起きた時に電話来て、これこれこういう障害が起きました、ちょっとお願いできますかみたいな感じでこっち側に飛んでくるっていう感じです。そういうなんかもうビジネスモデル的に仕方ない部分があるってことですね。正直辞めたいと思ったことはありますか？せーの、おー、ないんですね。僕個人の考えなんですけど、辞めたいと思ったら多分辞めるんで、今辞めてないで続けてるんで、ないんじゃないかなっていう、大変なことはいっぱいあるけど、辞めようとは思わないってことですね。そうですね、なんか結構仕事自体は楽しめてる側の人間なので。周りの人とかどうですか？それはいっぱいいますよ、こっち側の人が。まあ、
確かに聞くわ。人によるっていうけど、黒さんはないですね。辞めたいと思ってる周りの人の理由は何ですか？詳しい話は聞いたことないんですけど、一番多いのは理不尽なことかもしれないですね。例えばなんか明らかにその上司が責任であろうことをなんかどっかの責任にかのようにこう説明をし始めたりするときって結構メンタル削られるじゃないですか。なんで俺なのみたいな、クライアントに対してみたいな、こう結構理不尽なことがあったりとか、あとはクライアントからのなんか理不尽な指摘みたいなものもあって、めっちゃ入り込みますもんね。クライアントの方も結構いろいろなんですけど、結構上からこういう来る方もいるので、まあ、そういうのに耐えられなくなっちゃう人もいるし、まあ、単純に業務量多すぎて辛いっていう人もいるですかね。瀬尾さんいかがですか？辞めたいこと思ったことない？そうですね、会社を辞めたいって思ったことはないですね。まあ、どうしてもこの業界上長く、まあ、働くっていうところはあるんですけど、それは全てそのサービス残業っていう形ではなくて、何かしらその正当に残業代を払ってもらえるとか代給をいただけるっていう面で、私の働いている環境としては理不尽なところがないっていうところです。でもう一つはその人間関係っていうところですね。いい距離感を保って、お互いのそのプライベートは尊重する、しかしその仕事の場面ではしっかりと議論をするっていう、そういう関係性ができているので、余計なストレスがないっていうのは私が非常にいいと思っていて、そういう面で辞めたいって思ったことはないです。コンサルの3から5年目の平均年収は高いですか？どうですか？丸バツの札的に。こっちなんじゃないですかね。いくらですか？額面だったら6は超えてるんじゃないですか、残業込みで。私も残業代と、あといくらかその福利厚生といった部分も含めて、まあ600、まあいくかいかないかぐらいかをいただいてると思います。日本の平均がだいたい340万円ぐらい、3年目で大企業だと400万ぐらいって考えると、確かにかなり高めですね。何にお金使ってるんですか、2人は？生活の効率を上げることに使ってます。優等生だな、すごい。生活の効率を上げることって例えばどういうことですか？僕は1年目のボーナスとかはドラム式の洗濯機と家の脱毛に使ったんですよ。在宅になってからは在宅の環境を整えるために机とかその他もろもろディスプレイも買ったし、まあ、そんなことに使ってます。シロさんは何に使います？やはりその学生の時と比べて明らかに変わったっていうのは、一つ一つの食事とか飲み会の単価が学生の時よりかは上がっていて、多分そういう一つ一つの小さいところがなんか1ランク2ランク上がるっていったところぐらいかなと。コンサルはプライドが高い人が多いですか？せーの、はい。おー、確かにイメージとしてはそうなんですけど、実際そうなんですね。自分ができないと思われたくない人が多い気がします。まあ、今までも優秀だったその高学歴であったりとか、周りから認められてきた人が多いからってことですかね。それって別になんかその勉強動向と仕事動向だけじゃなくて、なんか遊びに行った時も結構そうで、例えばみんなでスノボ行った時とかもなんかできないと思われたくないのか、なんかプライド高い人とかも全然いますね。そうなんだ。じゃあお二人がプライド高いと思った、ご自身が思ったエピソードとかってありますか？一つ一つの、まあ、勝負事であったり、遊びの中で上手い自分っていうのを見せたいっていうのはあるかもしれないです。例えばその、まあ、スノボとかの時に、自分が下手なうちは友達と滑らずに一人で黙々と練習して、上手くなってから友達と合流したりとか。いましたね、横に。いたあと、例えばその友達とボードゲームとか、まあよく遊ぶんですけれども、初見でワイワイやるっていうか、その事前にルールを把握して、必勝法みたいなのちゃんとググってから戦いに臨む。やだ、ちょっと、無理。そうなんだ。勝てるものは勝ちたいですからね。コンサルの人はみんな高学歴って本当ですかっていう質問なんですけども、せーの、まあみんなではないっていうところですかね。割合は高いっていう感じですか？そこまでをその高学歴かっていう捉えるところによるんですけれども、まあ一般的にはその高学歴と言われていないところでも、まあ一緒の同期として働いている人っていうのは全然いらっしゃいます。考え方とか実際入社して活躍できるか部分の感力とか、仕事で活躍できる要素のがやっぱ大事なので、そもそも採用の段階でもそこまで学歴を見てるっていうのはあんま聞かないですね。少なくとも総合コンサルっていう動きではあまりないのかなと思ってます。コン
サル業界のあるあるを教えてくださいっていう質問なんですけど、なんか例えば仕事以外でも大丈夫なんですけど、口癖とか横文字がちょっとプライベートで出るっていうのはあるんじゃないかなと思いますね。そしてちょっと話し合うっていうところをディスカッションって言ってしまったりであったりとか、何々がやり終わった完了したっていうことにして何々がダンスとかちょっと思わず言ってしまうっていうのは嫌だわ。ありますね。そんなことある。嫌だわ。嫌だわ。嫌だわ。ちょっとどちらかってその口頭っていうかその LINE とかの文面においてすごいそっちが入力するのが慣れてしまうっていうのはあるかもしれないですね。最後にですね、今コンサル業界を目指している就活生とてもたくさんいると思うので、その方に向けてアドバイスをいただけたらなと思ってます。まずは自分が目指しているものを信じて頑張っていただきたいです。 OB 訪問というか実際に働いている人の声を聞きまくって判断をしてほしいっていうのが一つあるのと、自分で取った情報だけを信じて頑張ってほしいなっていうのはあります。いろんな情報ネットに転がってるし、いろんな偏見とかも、なんか飛び交ってる中で一番信じられるのは自分で足を動かして手を動かして、で自分が聞いた話で集めた情報だと思うので、それを信じて頑張ってください。まあ、クロさんもやりましたが、就職活動の中で自分で足を使って、情報を集める、自分の時間を使って、自分が何をやりたいのかっていうところをしっかり分析したり考えたりした上で、もしそれでもなおコンサル業界目指したい、そこで働きたいっていう人があれば一緒に働けたらかなと思っております。応援しております。ということで、この動画は日経スタイルさんの本記事にもなっているので、よかったら覗いてみてください。過去のコラボ企画や覆面人事座談会も下の概要欄に貼ってあるので、チェックしていただけたらなと思います。本日はお二人ともありがとうございました。ありがとうございました。このチャンネルはキャリアの選択肢を増やし、踏み出す一歩を応援するというコンセプトで運営しています。就活生が抱えている情報、機会、行動格差を動画を通じて解決していきます。今後も面白くてためになる動画を出していくので、よかったらチャンネル登録お願いします。また、動画に出てくれる就活生や一緒に働く仲間も大募集しています。気軽にご応募ください。ありがとうございました。